いて、ザ A は、我々銀河系の中心にある、明るく、コンパクトな天文電波源。より大規模な構造の電波源領域であるいて、ザ A の一部である。いて、ザ A の位置には、超大質量、ブラックホールが存在すると考えられ、多くの渦巻き銀河や大円銀河の中心にも、同じように超大質量、ブラックホールがあるというのが定説となっている。いて、 座栄の周囲を肯定している恒星 S2 の観測によって銀河系中心に超大質量ブラックホールが存在する証拠とブラックホールに関するデータがもたらされいて座栄がその存在位置であるという結論になっている地球といて座栄との間はゴミとガスによる生漢原稿が25等級にも及ぶため可視光による分光観測が難しいそのため 観測は主に赤外線、電波、X 線で行われている。いて、財英は、他にはない相対性理論の格好の実験場とも、考えられる。相対性理論が予測する現象と観測との間で、相違が発見されるかもしれないし、予測と観測が一致すれば、相対性理論を補強する結果となる。ジャンスキーのアンテナ。このアンテナで天の川からの電波を検出した。 伊手座あたりの銀河系中心方向から電波が放射されていることはジャンスキーが初めて明らかにした。1974年2月にアメリカ国立電波天文台の電波干渉系でその領域が観測され伊手座 A が発見された。伊手座 A という名称が定着する前には GCCRS や SGRA などとも呼ばれていた。SGRA という名称は 1982年にこの電波源の周囲にジェットのような構造を発見した報告の中で初めて用いられた。発見者の一人ロバート・エル・ブラウンはこの電波源が興奮させるものであったこと、そして原子物理学でいう冷気状態にある原子にはガフされて表記されることから SGRA という表記を思いついたとしている。電波の波長域で 超長期線電波干渉法の技術を使用することで、いて座営の画像を得ることが試みられている。現在、最も高い空間分解能の観測は、波長1.3ミ、mm、リメートルで行われ、電波源の大きさは、角度で37マイクロ秒と求められている。この大きさは、天体までの距離を2万6000光年とすると、直径4400万キロメートルに相当する。 太陽系の大きさと比較すると、太陽から地球までの距離が約1億5000万キロメートル、惑星の中で太陽に最も近い水星までの距離が約4600万キロメートルとなる。また、いて、座栄の固有運動も調べられ、設計が1年あたりマイナス2.7ミリ秒、石碑が1年あたりマイナス5.60ミリ秒と見積もられている。 自称の地平線望遠鏡とグローバルミリ波、VLBI アレイに参加する電波望遠鏡群。出展、エソ、オーファーティック VLBI の手法を用い、世界各地の電波望遠鏡を結んだ地球サイズの電波望遠鏡でいて、ザ・エーヌ・ブラックホールの姿を画像として、直接捉える計画も進んでいる。2017年4月、自称の地平線望遠鏡、グローバルミリ波、 VLBI アレイによる観測が行われた。赤外線では主に、いて、座栄の周囲に存在する構成や、特に、1992年から続く、構成の運動速度と、いて、座栄との位置関係の測定によって、いて、座栄の質量が見積もられ、いて、座栄が、超大質量、ブラックホールである証拠が蓄積されている。銀河系中心のいて、 ザエーと G シアーズ 13E2004 年、いて、ザエーからおよそ3光年の距離を公転する天体、G シアーズ 13E の中に、中間質量、ブラックホール候補が発見された。G シアーズ 13E は7つの構成からなる、星団で、その中に、太陽の1300倍の質量を持つブラックホールがあると予想されている。G シアーズ 13E の存在は、超大質量、 ブラックホールが周辺のブラックホールや構成を吸収することで、ここまで大質量に成長したという仮説の裏付けとなる可能性がある。いて、在周囲の光着円盤と発光するガスの創造図。出典：エソ、エルカウサーダまた、近赤外線で、超大質量、ブラックホール本体付近で発生した爆発現象が観測されている。2008年、 VLT による観測で、いて、座 A からの近赤外線放射が急激に増大したことが発表された。サブミリ波との同時観測から、この増高現象は、ブラックホールへ向かって降着しつつあるが、スカイが引き伸ばされて崩壊し、加熱したことによる放射と推測されている。ニュースターが、高エネルギー X 線で初めて超大質量、ブラックホール付近を捉えた。出典。 NASA JPL カルテック2012年 X 線観測衛星ニュースターによる観測で高エネルギー X 線でいて座栄付近の詳細を初めて捉えブラックホール近傍にある高温の物質から放射される X 線の強度が変化する爆発現象を検出した最大強度の時ブラックホール近傍の物質の温度は1億系に達したと考えられる いて、ザエウから非常に明るい X 線フレアが検出された。いて、ザエ周囲に無数に存在する小惑星の創造図。出展、NASA、CXC、MWASE2015 年1月5日、チャンドラ X 線天問題がいて、ザエウから平常時の400倍もの強度がある X 線の爆発的増高を検出したと発表された。 この得意な現象の発生原理については、二つの仮説が考えられている。一つは、小惑星がブラックホールに飲み込まれる際の爆発であるというもの。ブラックホールに接近し、超積力で崩壊した小惑星がブラックホールの周りをしばらく周回し、飲み込まれる際に、ブラックホールの周りのガスと衝突し、流星のように発光するというもの。もう一つの仮説は、 いて、座英へ落ち込むガス中の磁力線が太陽フレアの発生機構と考えられている時期、リコネクションを起こして爆発したというものである。いて、座英に大質量のブラックホールがあるのではないかという仮説は1980年代には広く研究されるようになっていた。これはいて、座英から観測される電波には、 熱放射とは異なる原理で放射される電波と非常に高温の領域から放射される電波と両方の性質の電波が含まれていること、いて座栄の固有運動が周辺の天体と比べて非常に小さくほとんど動いていないこと、いて座栄周辺のガスや構成の運動速度が銀河系中心付近に巨大な質量が存在することを示唆していたことからそのように予想されていた。 いて、座 A の周りを公転する S2 の軌道。2002年10月16日、マックス・プランク地球外物理学研究所のライナー・シェーデルらの研究グループがいて、座 A 近くの構成 S2 の固有運動を10年間観測した結果、いて、座 A は大質量のブラックホールである可能性が高いと報告した。S2 の観測は強い原稿の影響を避けるため、 近赤外線の干渉計で行い、塩メーザーを使って電波での観測と位置合わせを行った。いて、座 A の近傍にある構成の中では、S2 は明るく運動速度も大きいので、他の構成と分離して追跡するのに好都合だった。VLBI の観測によって得られた電波での画像と位置を合わせて重ねると、S2 がいて、座 A の周りを交点していることが確かめられた。 S2 のケプラー軌道を精査した結果、いて、ザ A は、質量が、太陽質量の約260万倍で、それが、半径17光時を超えない空間に収まっていると、推定された。いて、ザ A 付近の別の恒星 S14 の観測から、同じような推定をしたところ、太陽の410万倍の質量が、半径6.25光時以内にあると見積もられた。これらの観測では、 同時に地球から銀河系中心までの距離も計算され、約 8kpc と求められた。16年にわたり、いて座栄の周囲を光転する恒星の運動を追跡した結果、S2 が光転軌道を一周するのを見届けたんぺのステファン・ギレス戦らのグループは2009年、いて座栄の質量を太陽の431万倍と発表した。 グループを率いるラインハルト・ゲンツェルは、この質量と、いて、座栄を中心とする1秒各四方にある構成いて、座栄の周囲を交点する6つの構成の軌道。現在、いて、座栄の質量は、二通りの方法で見積もられている。ブラックホールの近くを交点する構成の固有運動を追跡し、ケプラの法則に基づいて推定する。この方法による推定は、 んペを中心とするグループとカリフォルニア大学ロサンゼルス校を中心とするグループが精力的に行っており、んペのグループは太陽質量の428万倍、UCLA のグループは402万倍と推定している。この質量が直径4400万キロメートルの球面内に収まっているとすると以前の予想より10倍高い密度となる。 ブラックホールからおよそ 1PC 以内にある数千に及ぶ構成の固有運動を測定。統計的な分析から、ブラックホールは太陽質量の360万倍で、その周辺に太陽質量の100万倍分の天体があると推定した。その周辺の天体は、構成とコンパクト天体とからなると考えられる。どちらの結果からも、 太陽系から2万6000光年離れた銀河系中心に超大質量、ブラックホールがあるのは間違いないと考えられる。厳密に言うと観測される質量と大きさを説明するブラックホール以外の解もなくはないが、そのような場合でも銀河系の年齢よりはるかに短い時間で一つの超大質量をブラックホールへと縮大してしまう。いて 座栄の電波源の中心がブラックホールの位置と一致しているとするならば重力レンズ効果によって本当の大きさより拡大された像を見ていると考えられる。一般相対性理論によるとこの効果で観測される見かけの大きさはブラックホールのシュワルツシルト半径の5.2倍以上となる。ブラックホールの質量が太陽の400万倍。 地球からの距離が二万六千光年だとすると、この大きさは約五十二マイクロ秒角以上になる。実際に観測された大きさは三十七マイクロ秒角なので、理論予測よりかなり小さい。それはいて、座栄の電波がブラックホールを中心とする対象的な領域全体からではなく、ブラックホールの周り、地小の地平面に近い光着円盤や円盤から放出される。 相対論的ジェットなどの構造にある明るい部分から放射されているからだと考えられる。結局のところ、観測で見えているものはブラックホール自体ではないが、いて座英のすぐそばにブラックホールがあることになる。観測される電波や赤外線のエネルギー源はガスやゴミがブラックホールへ落ち込む間に数百万系の高温へと加熱されたものである。 ガスが放射エネルギーを生み出す原理は、放射圧やガス流同士の相互作用などの可能性も、あるが、巨大重力源との相互作用とするのが、最も理解しやすい。ブラックホール自体からの放射は、ホーキング放射だけと考えられ、その温度の水準は 1014K 程度なので無視、できる。いて、座 A は、銀河中心の超大質量、ブラックホールとしては、比較的小さく。 電波及び赤外線で気線が弱いことから、天の川銀河は、セーファート銀河ではないと考えられる。一方で、ガンマ線観測衛星インテグラルが、近くの巨大分子雲いて、ザ・ B2 を観測した結果、いて、ザ・ B2 から放射される、ガンマ線は、いて、ザ A からおよそ3から400年前に放出された、X 線との相互作用によって生じたことが示唆された。 この時の爆発で生じた全放射エネルギーは、毎秒およそ1.5039エルグで、現在いて、座栄から出力されるエネルギーのざっと100万倍高く、典型的な活動銀河核に匹敵するとされる。この結果は、x 線天文衛星スザクによる観測でも、裏付けられている。メディアを再生するいて、座栄へ接近するガスグモ G2 の創造図と、 接近時の挙動のシミュレーション。出展、エソ、んっぺ、マーク・シャートマ2012年、銀河系中心でガス雲 G2 の発見が報告された。ガス雲 G2 は2002年の観測データから検出されており、質量は地球のおよそ3倍でいて、座影に物質が降着する領域へ向かっていると推定された。予報では2014年5月にブラックホールの 近点を通過し、その時の距離は、ブラックホールの事象の地平面からせいぜい36、工事と推定された。2009年以降、G2 の末端部が、徐々に引き裂かれる様子が観測され、近点通過の頃には、完全に崩壊し、その際に、X 線その他で非常に明るくなると予想された。他にも、G2 は、ガス雲というよりガスをまとった構成で、 ブラックホールをそのまま通過して構成が姿を見せるのではないかとかいて、座エ以前にその周辺にある消失量、ブラックホールや中性子星に接近し、それらについて何らかの知見が得られるのではないかといった予想もされた。超大質量、ブラックホールに接近したガス雲が引き延ばされた様子。出展、エソ、エス、ギラソンがすぐも G にのいて、 ザエーエの接近は、超大質量、ブラックホールへ、どのように物質が光着し、エネルギーが放出されるかを観測できる貴重な機械と,と、ヨーロッパ南天天文台とローレンス・リバモア、国立研究所のグループは、これに先立って、数値計算による G2 の挙動の予測も言った。最接近前の2013年には、VLT が G2 の非常に淡い部分まで観測した結果、 G には大きく引き伸ばされており、その先端はすでに最接近点を通過したとみられると発表された。メディアを再生するガスグモ G には銀河系中心の超大質量、ブラックホールへの最接近点を通過した。出展、エソ、エーエカートしかし、爆発などの目立った現象が何も観測されないまま、2014年の最接近は過ぎ、ガスグモ G には、 最接近後も生存している。UCLA の銀河中心グループは、いち早く G2 が無事だったと発表し、このガス雲には中心性があるとした。その後の分析では、G2 がガス雲ではなく、ブラックホールの周りを公転している、連星系を形成する構成が、合体して大きな構成になった、と提唱した。一方、うんのグループは二0十四年七月十一日、 VLT での観測に基づき G2 は独立したガス雲というより薄く連続した物質の流れの中で一際密集した部分であると発表した。そして G2 を含むガス流は勢いよくぶつかる突風ではなくそよ風のようにブラックホール周りの光天面上を吹き続けていると予想した。この仮説を裏付けるかのように G2 より13年前にブラックホールに最接近したガス雲 G1 は G2 とほぼ同じ軌道を通っており、一つの大きなガス流の中にある密集領域であることと整合が取れる。ありがとうございます。